今日は、長井からボート釣りに来ています、最初に釣れたのはシロギスでした。で狙いは、カレイなんですけど、カレイの地合いにはちょっと時間があるようです。またまた、シロギスです。かなり両型ですね、肘叩きと呼ばれるような30センチはまではいかないまでもかなりいい引きでした。またまた両型のシロギスが釣れました。かなりの引きで思わずカレイかなと思ってしまいました。30センチはないと思うんですけど、かなり太いですね。今9時10分過ぎぐらいかなです。下道のオハグロベラですね。岩礁帯が多いということの証拠みたいですね。残念ながらカレイのポイントがなさそうです。また巨大なシロギス釣れました。結構引きはいいんですけどね、カレイが来ません。残念です。今日はハゼ釣りで、長い港から、ボート釣り来てますが、シロギスは釣れるんですけど、残念ながら、目当ての目的のカレイは、口を使ってくれないようです。今午後1時ですね。あと1時間ぐらいで上がろうと思ってます。あと1時間うまくすれば1匹かかるかなという。天気だけはいいんですけどね、非常にいい調子なんですけど、餌もよく取られていい感じなんですけど、カレイだけは釣れません。